何かを始めたいという人もそうでない人もこの番組を聞いてランニングをした気分になってもらいましょうそれでは始めます弁慶とランスルースタートですということでですね今日あの皆さんお聞きになっていただいて分かるように僕一人です <laughs> 一人ですあの鈴野さんの方がですねまた子供の方が発熱しておりまして今日はあのネットからの ででの参加とということでコメントが来るかどうかがちょっと分からないっていう感じなんですけどもおそらく僕初めてですねこの機械の方とかもい,いじっていきますのでコメントが来たところで対応ができそうもないということで皆さんあのご協力といいますかあの心あの温かい心でですね視聴していただけたらなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 はいさて、あのー、先週今週日曜日に、あのー、世界陸上終了となりましたけれども皆さん、見ておりましたでしょうか僕の方はもうは毎晩と言いますかもうあれは大体朝3時とかからですねよく放送されて違うの夜中やってて長距離に関してはやっぱ暑いので夜中の2時、3時ごろスタートの種目が多くて。ですね 毎晩のように起きては見てはいないんですけれども、あの時々見ておりました、その中で印象に残っているのは、やっぱりマラソンやってるだけに、ですね長距離種目の,あのファーラ選手が、あの今までずっと優勝ばっかりだったんです、金メダルばっかりだったんですけれども、まあ、今シーズン、今今シーズンかな、をもって、まあ、あのトラック種目は引退すると、マラソンに移行するということで。 1>, まあ1万メートルは優勝したんですけれども、5000メートル、なんとなんと負けてしまいまして、ボルト選手も今シーズンで引退を表明、今シーズンというか、この大会をもって引退を表明しておりまして、100メートルでも勝てず、リレーでなんと途中棄権というような結果に終わってですね、すごく波乱のあった大会だったなというふうに感じておりますが、皆さんの記憶に残っている大会はありましたでしょうか。大会じゃないです種目は まあ一応良くも悪くもなんですけどボルト選手が途中棄権したのはすごく残念だったんですけれどもおかげさまでといいますかまああの日本のリレーチームがですね銅メダル取ったことはすごく良かったんじゃないかなと思いますまた東京オリンピックまでにあと1回世界選手権挟みますけれども東京オリンピックでもまあリ,レーあーリレーでですねメダルを取ることを期待していきたいなと思っております。ではではすね なかなか話が続かないんですけれども <laughs>、早速ちょっと僕のやってるランニングクラブが今週日曜日にまたあのマラソンリハーサルという名前でですね、距離走の方を行います。で、それはですね、もうめちゃくちゃ朝早いです、この夏時期にやっぱり涼しい時間を選ぼうと思うと、夜だともう皆さん家庭のこともありますでしょうし、なかなか難しいので、もう朝早く。 まあやって朝早くにやろうと思うんですけれども朝5時45分に集合でまあそこでアップとかをしてだいたい6時10分ぐらいにまあスタートしていこうかなと思っておりますでその距離とかあの走るペースに関しては各自もう自分の,あの走りやすいペースで走ってもらって距離に関しても自分の,あのペースで 走った距離は自分の走れる距離だけであの結構ですので興味のある方はぜひご参加ご連絡いただけたらいいなと思いますその連絡先っていうのはいつものフェイスブックのですねブレイクスルーランニングクラブのフェイスブックページにメッセージなどコメントやメッセージいただけたらなと思いますのでどうぞよろしくお願いしますさてあの ちゃっちゃが進みますけれどもまず今月のですねマラソン今月と言いますか現在受付されてますマラソン大会情報をお伝えいたします10月22日にか開かれます久米島マラソンネットでの受付が9月15日まで,で先ほどこちらホームページ見てみますともう宿泊施設ですね前日の空きはもう 残りわずかとなっているようなのでご参加希望の方あの現地にお知り合いがいるとかでなければもう早めにあのマラソンの受付よりも先に宿の手配から済ませた方がいいんじゃないかなという感じです。で10月29日エコアイランド宮古島マラソンこちらの方は9月8日までもうそんなに時間がないですので早めに。 申し込まれるといいかと思います。こちらはおそらくまあ、ホテルの方も結構久米島と比べると多いと思うので、まだまだ宿泊施設としては余裕があるのかなと思います。で、与那国島マラソン与那国島一周マラソンこちらは9月29日までとなっております。まあ何度もお話ししてます。けれども、エコアイランド宮古島マラソンに関しましては、もうやはり。 宮古島の皆さんの温かいあの歓迎がですね、ふれあいパーティーの方で行われますので、もうぜひ、その日で帰らずに1泊して、最後まで堪能していただけたらなと、ふれあいパーティーをですね、僕、1回目、初めてエコアイランドマラ宮古島マラソン参加した時は、わりかし早い時間の飛行機を取ってしまって、途中でふれあいパーティー、 抜けけたんですけれどももうめちゃくちゃ後悔しましたのでぜひ皆さん最後までですね残っていただけたらなと思いますそれではこの番組のスポンサーを紹介いたします不動産パワーナンバーワンたけちゃんホーム株式会社アイサム久米産地のチュラキャロット ラクアスポーツヒーリングルームの提供でお送りしております。メール、ファックスの募集もしております。<laughs> 今週のテーマ、走る前にやっていることは、はい、メールはですね、780://fmnaha.jp780://fmnaha.jp ファックスのゼロが0988600262となっております0988600262どうぞ皆さんのあるあるお寄せくださいちなみに僕が走る前にやっていることはま,あまず靴を履くことなんですけれども 1>, っていうのを1人でやるとなかなかね反応がないからちょっとあれなんですけど <laughs> あの僕は動的ストレッチといって最近あのまあ運動する前によく皆さん体操するかと思うんですけど体操するのでもあの静的ストレッチあの静かなストレッチまあ止まった状態でのストレッチと動的ストレッチ動くストレッチとあってまあ最近では動的ストレッチの方がまあのすごく有効といいますか。 あの運動前にはその激しい運動をする前の,あのウォーミングアップとしては有効だということを言われてましてであの箱根駅伝で優勝しております青山学院大学が取り入れている動的ストレッチのがありましてそれをやってから走りに行くなどがまあ多いですかねあとはお家の中でえっと補強運動といいますかまあ腕立て伏せ腹筋とか。 まあ一般的な腹筋もやったりもしますけれどもまあ体幹トレーニングに近いあの腹筋とかをやって一旦この無酸素運動的,的なあの動きをしてで有酸素に移ってちょっとダイエットを図ったりもしてますのでまあ皆さんも少し参考になったらなと思います。あのですねちちょょっと僕これ本当にっ使いい方わかかからないからなな大丈夫かなちょっと だけ皆さん放送事故になるのかなああ怖いなこれ放送事故になるのかなこれあのじゃあですねちょっと予定外の曲を1曲ちょっとだけ <laughs> 流したいと思います、うんとまたってなるんですけどあのシャカリさんの 空の風はい中国がめっちゃ聞こえてきましたけれども今日のゲストはですね天行圏中国武術館認定指導員の福地雄太郎先生とですねあと北中城村観光協会の松村さんと山口さんですよろしくお願いしますじゃあ,あの早速ですけれども あのお一人ずつちょっと簡単な自己紹介をお願いします。はい。裏宗師に本部道場を構える、えー、本格的な中国武術と体極拳を学ぶ道場。あ,こっ,、ね、あこっちですね。すみません。道場。<laughs> もう一度じゃ最初からお願いします。す <laughs> 僕が渡してたマイクが悪かったです。すみません。はい。はい、えっと裏宗師に本部道場を構えます。ええー。 本格的な中国武術と太極拳を学ぶことのできる天行拳中国武術館。というところで、認定指導員として活動させていただいております。福地裕太郎と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃ、あお二人よろしくお願いします。はい、ええー、北中城村の観光協会のメンバーになります。松村と山口です。<や>ええー、はい、よろしくお願,し <laughs> お願いします。はい。あの、まあ、早速ですけども、今日来ていただいたのがですね。 まあ、あのイベントの告知も兼ねてまあ、来ていただいたんですけれども、はい、じゃまず観光協会のお二人から、まあ、どういったイベントの告知でいらしたのかをですね。簡単にご紹介いただけたらなと思います。えっと今回はですね。世界遺産で太極拳というイベントの告知で参らせていただきました。はい、こちらのイベントですね。えっと会場が世界遺産の中城城石になりまして、うんうん、そこでまあ朝気持ちの。いい 朝日を浴びながら対極拳をしようというイベントです、はいうん、朝ってこれ見たら六時半からですかそうですねめっちゃ早い先ほ,そう先ほど早いって話があったんですけどめっちゃ早いですねはい、はいはい、負けないぐらい早いですあで八時までそうですね八時ぐらいまでやって、うんうん、で気持ちよく汗を流した後は、はい、あのー、人気のカフェさんがいくつか来てもらってはい、はいはいはい、でそこでこう フルーツであるとか野菜であるとか<あ>そのオーガニック系の体に優しいもので体をまたさらにリセットするっていうようなちなみに何軒ぐらいのいらっしゃる予定では今回は4店舗来ていただきますあーあーで食飲食も OK の、まあ、食事も出る感じ出るというか<あ>この出店の中でそうですね出店していただいて、ね、<ー>買ったら食べれるみたいな、はい、感じですねへー まあ会場的には何時までこれはいてもオッケーとかってあるんですか。はもうあの基本的な開放。そうです。上席の入場料も含まれてますので。はいはい。はい、でこちらで、うん、えっとい,いつまでもまあいていただいて大丈夫っていう形です、ねうん。えー、そうなんですね。すごい。でちょっとこのパンフレットに書いてるのが女性長寿日本一の村っていうことでナカ村あ北中カグスが。 女性そうです北中グスク村が女性長寿日本一の村僕知らなかったんですけどこれいつからなんですか日期連続なんですけど国勢調査のタイミングでやらせていただいていてあの平均寿命一応八十九歳ということで、はい日本一になっております前はどこだったんですか北中グスク村がなる前はそれはわかんないですかちょっとすみませんじゃあえちなみに何か あの北中城村はこういうことがその長寿につながってるんじゃないかっていうのは何かあったりするんですか いろいろな方がいいろろなことをおっしゃってるんですけれども例えば食べ物でアーサが有名なんですけどヒトエグサっていう海藻が水溶性の食物繊維が豊富でしてそういったものを摂ってるからなんじゃないのかとか文化芸能に長けた方々がすごい住んでらっしゃるところなので結構ご年配になられても仕事をリタイアされても続けて趣味とかやってらっしゃる方が多かったりするんで人生を謳歌してる方が多いので長生きされてるんじゃないか かだったりとか結構いろんなところでいろんなことを言われているんです。まあありがちですねそういうなんか <laughs> まあ実際何がかってわかんないですもね。<laughs> 難しいですね。はいはい、ただこういったあのスポーツのイベントと言いますか、うん、健康のイベントのまあ助力になればなということで役場の方と主催して、うん、こういった今回は体極拳をやらせていただいてます。ーはーではあのー、もうその先生として講師として参加されます福地先生はい、はい、あのー、いつから体極拳の方をまず されてらっしゃるんですか。そうですね。まず、この天行拳中国武術館という道場に出会ったのが、小学校六年生の。そんなに若い時から。結構前にはい。えっと、かれこれ十九年二十年ぐらい。はいはい。通わせてもらってるんですけど、はい、その中で武術を習うのの。のの、延長戦で、対極拳も一緒に。はいはい、で、並行して練習して<ー>ということになりました、ね、ちなみに、う、え、ん、ー、と、まあ、中学校とかって。 まあ学校での部活動とかありますけども<あ>そういったのにはそうですね部活もあの学校のほ、はい、まにお願いしたいというか、うん、僕は道場に通うのでじゃあ所属せず部活の学校へえでずっとじゃあ武術を、はい、対極拳以外もじゃあやってたってことですかえと対極拳とあの、まあ、中国武術漢婦の方ですねちょっとはい日本の柱でうちの道場やってるところがあってあ<ー>ちょっと早い方の漢婦っていう、えー、それじゃあやっぱ そのやり始めたきっかけっていうのはジャッキーちゃん。あもうまさにそうですね、映画に憧れで。本当にですか。本当にそうですよ。もともと映画に憧れてたっていうのもあるんですけども、で。その中で、あのやっぱりちっちゃい頃、いろんな空手道場とか空手道場いっぱいありますんで、探していたんですけども。あの、ある日、この先生方、お二人が。朝の、まあ情報番組に出られてるのを見て、あ、これだと思って。あの、まあお父さん、お母さんにせカんで連れて行ってくれという。 あの小学校なので学校終わって放課後連れて行ってもらってもうその日で即入あれジャッキーの映画とかって結構早回ししてるっていう話もありますけど、はい、じゃなくてもどれかあんな早く動くんですかあ,あ,ああいう早く動くあのまあ,あの段階はあるんですけど、はい、身体能力を高めるとか、はい、あの体づくりの 中で、ああいう動きもあったりはしますね。うん、映画でおなじみの、あの、早く。足をパパパパーっと回したりとか。はい,はい。やっぱ、男性の方、ね、男の人だと、大体一回は通る道じゃないですか。ジャッキーチェンに憧れて、カンフーやりたくなるって。なかったですか。<laughs> 僕は、そうですね。あの、0百メートルハードルを試政第に憧れてやってましたね。はい。えーはい 全然長距離でも何でもないし、太極拳でもないんですけど、ちそれいつの時期ですか。えっと高校生の頃ですね。え、タメスエさんがいつの時を見て、あメダルを取った時ぐらいですか。あじゃ結構若いですか。えっと今年32になります。あマジですか。えメダル取ったって雨の時、雨のメダルですかね。二回メダルですかね。多分短距離で日本人初のメダル取った時ですよね。はい。へー。 一応じゃあ陸上部だったわけですね <laughs> 一応陸上部でしたこの体型でも一応陸,陸上部でした<あ>、はい、そうなんですね、はい、えー、じゃあジャッキー僕も結局やってないんですけど <laughs> 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 あの憧れは持ちましたやっぱなんかね、はい、あの相手に合わせてというか、うん、ジャッキーのやつってまあコミカルにその武術というか、うん、カンフをやったりするからだと思うんですけどなんかそれは面白いなと思ってただ僕 あの中国に留学してたんですね高校卒業して、はい、3年間、はい、でその時に太極拳はその体育の授業の、はいあのー、一周の中で、はいはい、あったんですよそれであのー、この太極拳空手も一緒かもしれないですけどこの肩じゃないです太極拳って基本的になんかねあの月だなんだっていうよりかはもうゆっくりした動きでこれ何やってんだろうってずっと思ってたんですけど、うん ちっちゃい頃じいちゃんのに連れられて公園で対局権やってるところに見に行って本当にこの人たち何やってんだろうみたいなスローな動きしかやってないのを見てそういうイメージだったのが、はい、このこれは実は相手からの,、うん、あのパンチをこう受け止めたの受け流してこう返してるみたいな実際、この肩っていくつもあるんですか肩も、はいあのー この流派といいますか、はい、系統っていうのもいくつか大極系の中でもありますし、はいすね、その系統の中でもな、うん、あの型っていうのはありますねあ<ー>、はい、であのまた武器を持ったりとかっていうのもだんだん出てきますしはい、はい、ちなみに今回そのイベントでされるやつは一番メジャーなやつなですか、まあ、そうですね一番ポピュラーなうん、うん、で、まあ、世界中でもたくさんの人がやられてるっていう、まあ、24式っていう型を はい、あのメインではやるんですけども、はい、あのそればっかりではなくて、うん、あとはこの肩こりとか首こり解消の簡単な体操なんかとかっていうのも紹介できたらなと思いますせっかくなんでちょっとその肩こり解消の,、はい、あのやつって今簡単にご紹介できるもんですかね,そうですねちょっと紹介しましょうか<あ>じゃあちょっとあのまず YouTube 見られてる方はその動画を見ていただきつつまた 言葉での説明もしながらですね、ラジオの前の皆さんも一緒にやってみましょうか。はい、じゃあ、簡単な、もし椅子に座っていらっしゃる方は、はい、あの。できれば椅子、浅く座る。はい、はい、浅く座って。はい。膝を閉じる、はい、足をしっかりピタッと閉じる。はい。こうするともう自然と立、立腰腰はピシャッとなりますね。そうですね。はい。はい で、あの、動きながらも、膝がだんだん開いてきてしまうと思うんですけど。これ意識してしっかり閉めるということで、このお腹らへんの引き締まりも感じると思います。で、じゃ、あまずはですね、あの、顔の前に。手を開いて。手を開くて。見えますかね。こういう感じですね。で。ミスターマリックリからちょっとちっちゃめ。まあ、そうですね。ミスターマリックリかちょっとちっちゃめに、やっと手のひら、手のひら少し。広げて、で、軽く握りながら、ちょっとこれは。 画面から外れるかもしれないんですけどああ大きくグーをしてグーをしながら真横にあの九十肘90度ずつぐらいですかね肘そうですねひじ90度であの後ろに向けてグーッと開いていく感じですねはいはいでまた手のひらを広げながら戻していきます,すああ、はい、これは肩に力を入れずにあの、はい、肩甲骨を例えばこう開いてる時は後ろから見たら肩甲骨が閉じてるんですね 前に閉じると開いた状態、はい、これで肩甲骨をほぐしていきますでその後耳のそばに軽く握ってこれも画面ちょっと映るかわかんないですけど、はい、そのまま上にぐっと背伸びするように手を上げてみますね、はい、完全にちょっと画面から切れてしまいますけど、はい、この時に首を上に向けます、はい、でもしですね上に向けたで顔をちょっと戻してみてくださいこの時に手が耳の真横に来ていると これでやっと十分な体操になってます。はいはい、で、後ろすぎると緊張状態で結構まあ良くない形になります。うん、で、顔の前だとか、ちょっと耳より前に来ていると、これ背中の周りの筋肉硬くなってますので。うど不足と、はいはい、これをじゃ一旦持った型に下ろしてはい。耳のそばを通るイメージでこう買ってあげます。そ顔も上にいます。で、じゃあおろしながら。はい、もう一回上げてみましょう。 してるよううな感じでですすねねそエア懸垂鉄棒での懸垂をしてるイメージで手を上下して上げた時に手を顔上に上げるでその時に腕が耳より前に行き過ぎてないように後ろに行き過ぎてもダメなんですね緊張状態になっちゃうから耳の横っていうのはある程度はこの体がまっすぐ上に伸びてる目安になると真横ますねでこうじゃ一度手を 下ろしてみましまょうか、まあ、こういう感じであああの肩にはなるべく力を入れないようにやっていく、はい、で肩甲骨をだいたい首のこりとか肩のこりっていうのは肩甲骨がこう固まってる状態なのでう、ね、ああ肩甲骨剥がしとかっていう動作もあったと思うんですけど、はい、こういう運動をしていくという。ああ 肩甲骨を動かすことによって肩こりがほぐれていくそういうことですね。でこういった体操をいくつか紹介して、はい、あとは腹式呼吸とかああで先ほど言ってた動的ストレッチ動きながらのストレッチっていう要素がとっても入ってますんでこれをじゃあまあイベントで覚えてでお家に持ち帰って、まあ、肩こりまあその。 実家でできる簡単な、まあ、トレーニングというか、はい、そういう感じになるわけです、ね。そうですね。<ー>はい、皆さん膝はしまってますでしょうか。今僕も全然足崩してました、ね。<laughs> <laughs> はいはい。という感じですね。実際も、お、あの、太極拳などは。その。この。イベントに呼ぶにあたり、なんかしたことあったりとかされるんですか。山口さんとか。一度もない。です。<laughs> <laughs> ありますか。ぜひ、このイベントで体験しと思います。<laughs> <laughs> <laughs> うん。

村民じゃないと入れないとかではない。とかはないです。はいはい。まあ多くは村民の方がいらっしゃるんですけど、それをきっかけに、それきっかけにあの講師としても今回ちょっと紹介あのお呼ばれいただいたということなんですけど、まあ実際北中グスクあ村がでした結構の朝ヨガとかもされてたのは、まあ今後も結構終わりかし活発にこういったイベントはやっていかれるご予定なんですか。そうです年。 今年度はグスクヨガ定石、うん、でヨガをするというイベントとこの対極拳と2本立て,本立てでまた8月26日に今回まあ第1回目で23日11月の23日もされる予定ということでそうですね対極拳はこの年、うん、今年度はこの2回です 2> あ、はいはい、これあの人数の制限は何名までなんですか 特に設けてないんですけど、今のところ最大300名前後を収容できるのであります。でも300名ぐらいで対極拳やってたらすごい壮大ですよね。相当壮大です去年グスクヨガをスーパームーンの日にやったんですよ。その時がちょうど300名ぐらい。マジですか？総観でしたね。すごいですね。ええ、観です。300名でやりたいですね。対極拳。やりたいですね。僕いけないんですけど。 ちょっとこの時にですね北海道マラソンっていうのがあって<う>まあちょっと今足痛めててもう全然練習がちょっと最終的なところでできなくなったからなんですけどちょうどこの日に出発なんですよで朝早いからって言おう,うと思ったじゃないですか朝早い便で行くんですよなんで7時半ぐらいだったから便だったんでちょっとあれなんですけどいやでもなんか300人ぐらい集まってねめちゃくちゃフォトジェニックじゃないですか <laughs> そんなのね <laughs> 今流行りのフォトジェニックですからねインスタ映えですねぜひ皆さん女性だけというわけではないんですねこのイベントはヨガの時は一応女性関係なくそうなんですねああもう全然関係なくあじゃちょっと詳細この金額とかもお伝えいただけたらなと思うんですけどあじゃチケットの情報お願いします前売り券が円 中高生は500円で販売してますでチケットを売っているところが北中城村の観光案内所がイオンモール沖縄ライカムの中にありましてあのバスストップがあると思うんですけどはい、はい、その左手の方にお店があるんです<ー>そちらで販売してます、はい、でちょっと遠くて行きづらいっていう方も多いと思うのでローソンとファミリーマートであのチケットを買えるやつあるじゃないですかす、うんはい、そちらでも売ってます。 ちなみに、ロッピーのエルコード申し上げてもいいですか。あ,あ、いいですね。エル <laughs> コードが八三五五八。八三五五八で販売してます。うん、で、ちなみに、当日券もあるので、会場来ていただいて買うっていうことも可能です。うん、これ、こちらが、えっ、ー、と、当日は大人が千円、中高生が五百円で販売してます。うん、小学生以下無料なので、夏休みのこの機会にぜひお越しください。ね、自由研究、最後の。<laughs> <laughs> まあ、絵日記ですね。今日<記>絵日記ないんでしたっけ。絵日記でも、ね、あれば書けますもんね。うん、な、これを、ちなみに、あの。ネットで、このね、聞いてるだけだと、ちょっと早くてわかんないっていう方のために、ネットでもなんか情報ってあったりするんですか。えっとですね。フェイスブックのページが。ありますフェイスブックページで、はいはい。えっと、お城の城。 っていう感じにヨガってカタカナで書いていただいて探していただくと多分フェイスブックページが一番上に出てくると思うのでそちらに細かい詳細は載ってますあの自分がフェイスブックやってるからなんですけどフェイスブックやってなくても白ヨガグスクヨガって調べたら出て,ままあ出てきて見れる,るんですねあれはね <laughs> うん、うん、それで見ていただくということで、はい、大丈夫ですかね、はいはい、で今ちょっと このパンフレットの裏面を見るとなんと対極拳のいいところがちょっと書いてるじゃないですか、はい、これも説明して紹介しておきましょうかそうですねはいえと僕の方からじゃゆったりとした動きがっていうのが皆さん持ってるイメージだと思うんですけどす対極拳の、はい、でそれは、えー、全身をリラックスさせるのにとっても効果があるんですね、うん、でリラックスさせることでストレス解消や疲労回復に効果的となっております、うん で先ほど言ったようなこの動的な動きっていうのが、うんえー、ゆっくりしながら腰を落としてやるので、うん、あのバランス感覚んどもん、うん、で足腰を鍛えていくっていう形ですね、はいうん、で、えーっとまあ、柔軟性とかも鍛えていくと、はい、で、えー、っと呼吸を合わせたあの練習の最後にちょっとゆっくりリラックスしてみんなで呼吸法なんかもやろうかなと思ってるんで、はいはい、それで全身をあったかくして、うん、で特にですねあの対極拳 指先まで息を息届かせるような、はいろいろ神経がこの内臓につながっているということで、うん、たくさん手を動かす運動もあるんですけどうん、うん、こうやって内臓のマッサージで内臓も汗かかせるっていうことですね、うん、で消化吸収を鍛えるっていう、うん、こういう効果が太極拳にはありますので腸内環境を整えてこの美容な感じで,、はい、で若い女性が最近たくさん増えてきているっていうところもありますねそうなんですね、はい、なんかちょっと僕ランニングやってるのでこれ見てると。 内臓に負担をかけることなくとかって僕結構最近なんかちょっと走ってて内臓疲れてるなとか思うのを見ると真逆なんでなんかちょっとあれですけどえ女性でもやっぱ今人気になってきてそうですねあまあでもヨガだけじゃなく確かにこういうのもねいろいろ良さそうですねうんそうなんです,、ねですね、あとあの、まあ、デトックス効果みたいな、はい、もう体を絞りに絞って汗を出すっていうので、はい、えっとこの べっとりした汗っていうのが、はい、あのさらっとした汗に変わるっていう<ー>これ実感として体感していただけるかなと思うんで体<っ>極拳、ね、で汗かいたらあれなんですかそうですそうです岩盤浴みたいなな汗になる <laughs> そうですあの血行の良くなった綺麗、はい、いなストマカた,た、ね、さらっと汗ええー、それはちょっと初耳ですね知ってました終わった後の肌もちょっとしっとりとしたような感じになりますんで。 知ってます知らなかったですい、ちょっともうやらなきゃいけないですね <laughs> <laughs> 飛行機の日をずらしてもらっていやいや僕あのやっぱランニングで汗かいた時って終わったあとやっぱ乾くとべったりするじゃないですかでも岩盤浴の後ってあのシャワーで流さないでくださいっていうぐらいなんかさらっとした汗で実際さらっとしてますもんね 実際武道、うん、武道,館、はい、武道場というものすか武術館、はい、で教えた後も結構、さらっとした汗そうですね、皆さんで、あのー、もう長年やってる方たちもたくさんいて、はい、もうたくさん汗出す体ができてるんですけど、はい、もう全然、道場がこのべっとり汗っぽい、道場っぽい感じがなくて、<ー>とても爽やかな空気の流れも良くてですね。空気のの流れっていうは クーラーじゃないっすよね。クーラーじゃないっすよ。じゃないっすよね。はい。ああえなんかそれ聞くとやりたくなるな。飛行機の便はずらせませんけど。ずらせませんね。十一月に。あそうですね。そうですね。十一月もありますんで。おお。あすみません。なんとこの日あれじゃないっすか。木曜日ですよねこれ。そうです木曜日。なんとなんとこれラジオの三十分前に終わるじゃないっすか。間に合わないじゃないですかラジオに。 リトバスしかかなななくなるからなああ行,きたなんか行きたくない理由の俺僕見まくってる感じですけどいやでもなんか今の聞いたらじゃあ,あの僕ランニングを今教えたりしてるんですけどじゃあランニングだからランニングしかやらないよりもやっぱいろんなのをやりながらそれこそ走るために体の血行が良かった、まあ、それこそデトックスしていく必要性があったりとかっていうのを。 まあその例えば岩盤浴でデトックスするのではなくてやっぱ動きながらとかの方がより体を動かす効率性もいいのかなとかで、まあ、その柔軟性も高まるとかそういうのを見ると、まあ、なんかこの走るのに取り入れながらやっても面白いのかなってはちょっと思ったりして。 どっかでなんかうまくやれたらいいでそうですねあの体を動かすことなので、うん、ランニングともどっかつながるところはあると思うんで,、はい、ですよね効率いい動かし方だったりとかっていうことですねちょっとこれは今後僕の中でうまくどっかでの一緒にやれる落,落とし所を探っていきたいと思いますちょっとあのメッセージが来ております、うん、なんとあのいつも一緒にやってます宮城宮城鈴野さんから はいうん、とちゃんと出しててトップ画面でああのパソコンにちゃんと画面を表示してチェックしてますと今日は緊張せずにスムーズですねって一応僕いつもの方がスムーズだったはずなんですけど、ね、<laughs> 今日最初の頃とかゲストさん誰も混ざってない状態で喋ってるようにしてたんでなんか淡々ともうこの人、クラなんじゃないかっていう喋り方だったなと自分で反省してるぐらいですけど。 私は7ヶ月の末っ子が吐いたり娘がかさぶた剥がしたりでてんやワンやなのでまあちなみに7ヶ月の末っ子が吐いたり娘がって書いてるんですけどこれ一緒です7ヶ月の末っ子の娘が吐いたりかさぶた剥がしたりでてんやワンやなので聞いたり聞かなかったりですが応援していますということであのはいいありがとうございますこういうあのお忙しい主婦とかお母さんにとっておきのこの。はい これ宮城鈴乃さん、絶対26日のやつ行かなきゃいけないやつですねです子供連れて、ねはい、行けば一石二鳥ですね、はいはいはい、お子様連れもよくいらっしゃいます<う>、はい、ちなみに子供もその辺で遊んでもらって大丈夫なんです、はい、そうですすそうね、はい、あの結構、定石の上が広いのではい,、はい、いろいろ遊べるかなとは。 ですよね、僕、実は中がくす、グスク定石まで行ったことないんです。いい坂がありますよ。本当ですか。今度トレーニングしに行かないといけない。ええ、今日はですね、グスクヨガのフェイスブックに、あのヨガの時の模様が。あ、写真がいっぱいアップされてて。本当ですか。子供と戯れる感じとか、とても気持ちよさそうに。ですよね。一応見るからに芝生ばっかなんで、子供連れてって転んでもらっても全然構わない。全然構わない。ちょっと椅子にぶつかるとことだけが心配だけど、それ以外はもう本当に。 ね。遊ぶところスペース自体はめちゃくちゃありますもんね。はい、ああ、じゃあぜひぜひ。皆さんもう一度。じゃあ改めてご紹介の方よろしいですか？はい。では改めて申し上げます。はい、世界遺産で大極拳えっ、ー、と。会場が世界遺産の中城城城石になります。で、直近ですと8月の26日土曜日。うん 受付が6時開始でプログラムのスタートが6時半終了が8時になります。うん、講師は天行、軒中国、武術館認定指導員の福地祐太郎先生にお越しいただいています。うん、えっとチケット販売や細かい内容については、グスクヨガえっとお城の城という感じにカタカナでヨガと入れていただいて検索をしてみてください。よろしくお願いします。はい まあ一応、開催当日準備していただくものが敷物があったらいいっていうのと、まあ、飲料水とチケット、まあ、僕、ちょっと今見てて思ったのが朝とはいえやっぱ汗はかくのでね,そうですね水分の準備はもう各自ということですたぶ<ー>多分500ミリで足りないんじゃないかなとも思うので、まあ、大いに越したことはないはずなので一応現地にも、うん、あの自動販売機ありますので足、ね、りなければ。 それだったら大丈夫ですけどね、はい、一応、脱水症状とかが一番気にはなるので、うん、まあそこは注意していただけたらなと思います。はい、さて、まあ、これは一応、ランニングの番組なので、皆さんにお伺いしたいんですけど、まず、福地先生、マラソン走られたことはありますかえっと、<ん>実はありまして、はいはい、<laughs> 沖縄マラソンに出て、一応、感想経験がお。どれぐらいでえっとですね、もうギリギリですね。はいえっと あれって大体6時間ぐらいそうですね時間15分かな沖縄マラソンは6時間15分になって前まで6時間の時もあったんですけど今はもう大体15分ですね。なんとかゴールしたっていう感じで練習は耐久拳だけで一応ですねあのはあはまだ大学生ぐらいの頃でちょっとトレーニングとして走ったりもちょっとはしてた時期があってやってみて。 はい、なんとかゴールしたしまてあ。ちなみにゴールした時の。は、その時初、初マラソン、初完走ですか。はい、初マラソン。<ー>はい、ちょっと。完走はどんな感じだったんですかね。えっとですね。や。ちょっとあの。普通に走るのは面白くないなと思って。っで、はい、あちょっとなんか、あの友達同士で、被り物とかやっ,やったんですけど。サービス精神が旺盛な時期だと思った、はい。はい。<laughs> なので、まあ、それを着てやったことの達成感っていうのはありますね。 めっっちゃ熱くないですか熱かったですすかかた僕、絶対やりたくないですよね、<laughs> そういうのだけは、本当に。松村さんは自分はその陸上部の時に、駅伝はやったことがあるんですけど、それでもあの10キロとかで、分数も覚えてないぐらい、昔の話なんですけど。 やっぱり自分短距離をやってたのにもかかわらず、駅伝に出させられたんですが、はい、お前長距離の方が向いてるなって言われたことは。思います <laughs> <laughs> そしたら、もうなおのことマラソンやってみた方がよくないですか?そですね。ぜひ教えていただきたいと思うんです。<あ>まずは体重を落としてからかなと思ってます、ね。大丈夫です。に負担がかかってしまってま <laughs> あ。あのうちのクラブでは体重落とすまでもサポートしますので、<laughs> あ,ありがとうございます。はい、あのランニングクラブへぜひお願いします。<笑><笑>ぜひよろしくお願いします。<laughs> はい。で、山口さんは。私はマラソンは一度もなくて。はい。 走るのもそんなに得意じゃないんですけどはい、はい、去年、沖縄マラソンのスタッフで行っててゴール付近にいてこうみんなが帰ってくるのを見てたんですけど乾燥、はい、してもしなくてもみんな気持ちよさそうな顔だったんで、うん、ちょっとこれ、走ってみないと分かんない世界があるのかなみたいなやっぱり走ってからしか分からない部分もありますけどで確かに今言われたようにこの ある程度、あのー、走って途中でリタイアしてもなんかたの達成感というかあれっていうのもあるかもしれないですけどやっぱりすするしないでは全然違いますねうーんまあ自分の中でゴールがハーフマラソンだったとしたらまあそれはもうもはや沖縄ハーフマラソンになっちゃうんで沖縄マラソンじゃなくてですねでまあそれはそれでいいんですけどやっぱり結局は途中リタイアになっちゃうので。 まあそのゴールした後にもらえる賞状メダル、まあ、それこのメダルが賞状がよりもやっぱり決められたゴールを確実に自分で達成したっていう達成感っていうのはまあ僕はまあ簡単にゴールできない距離なのでのなんか何にも代えがたいというかやっぱそれはあるのかなと思いますね。あれをみんな、うん 皆さん感想さんれるじゃなないいですすすか尊敬しますねはすごい僕本当にそれで尊敬するのが僕練習しないで走ってもしかしたら完走できるかもしれないんですけど絶対そんなんやりたくないんですよ、うん、もう地獄見るの分かってるから <laughs> でも足痛くなる絶対走って途中でで終わった翌日も絶対足痛くなってもう。 すごくひどい状態で翌日以降ねしばらく歩かなきゃいけないとかって思うともう絶対そんなことやりたくないんですけど結構沖縄の人練習せずに大会出る人多いじゃないですか <laughs> です、ね、僕あれは逆にすごいなと思いますけどね。で、うん、でまたしちゃうんすよねそういう人しちゃうんですよね。なんでそんなことできるかなと思ってであと朝方まで飲んで <laughs>、はい。 出場すするる人とかいるんですよあれも <laughs> あの単純にめっちゃ危険なので皆さん絶対それはやめたほんとにやっぱりあのただでさえ脱水しやすい種目にもかかわらずもうある意味脱水状態自分の中ではたくさんお酒飲んでるからって言ってもその分皆さんその飲んでる間にトイレにも、ね、た,たくさんの海水行かれてるから十分出してるし。 実はやっぱ飲んだ翌日に走るじゃないですか喉の渇き早いし,早いしできつい練習をそういう時にやったらもう自分の中ではそのスタート時間が練習のスタート時間が夕方だからとか思ってまあたくさんその日水分補給して走ってもやっぱこの脱水してるなっていう症状というかもう脇腹痛くなったりとかいろいろあるんですけどなるんでもう沖縄の皆さんすごい。 お祭り好きにしてももうちょっとね準備はしてから出たいのになってめっちゃ思いますね <laughs>、はあ、ちなみになんか気になる大会とか今までなんか人から聞いてとかじゃないですかマラソンハーフマラソンでも1 0キロとかでもでもさっきのお話聞いて宮古島は行ってみたいなって思っ、はい、絶対行ったほうです,あ,ですか <laughs> あれ1 0キロからしかないんですけど1 0キロハーフマラソンフルマラソンがあって 1 0ロの方は、うん、と参加費1000円かかっちゃうんですけどそのフライパーティーハーフマラソンフルマラソンは出場料にそれがオンされてるのかなんかであのすぐ参加できるんです、ね、うんもうずっと言ったほうがですよもうビールとかソフトドリンクもですけどもう飲み放題の状態、まあ、なくなったらすみませんですけどもうほぼ終わりがけまでなくならないぐらいめっちゃたくさんあるんですよ。で食べるのも サンドイッチとかなんかいろいろありますので絶対ま、ね、まだ間に合いますよ島の雰囲気を味わいたいなとですね、まあ、まだ行かれたことないですか宮古島 1>, 1回あるんですけど3月末とか、はい、あ3月ぐらいの,その寒いの月で<ー>全然去年はもう暑いぐらいでしたからでどのコース走っても伊良部大橋 渡るんですすよ<ー>10キロはイラブ島から走って渡ってて渡くるんですね<ー>でねハーフマラソンフルマラソンはそのスタートして1 0キロ地点ぐらい1 0キロじゃないのまあこの真ん中で渡っていって戻ってきてっていう感じハーフはその行って戻ってくるって感じなんですけどフルはまたそこからちょっと島をぐるっと回ってくる感じなんですけどもう。 あの安心してこのふれあいパーティーはお通り回されずに飲み会<あ>飲めるっていう都のグループに捕まらなければですけど <laughs>、はいまあ、そういうのもありますしあの離島の大会に関してはもうこのあれです、ね、ふれあいパーティーっていうのが基本的にあってうん、うん、前日もあるところもあれば前日終わった後とやっぱ全泊させる 翌日も泊ま2泊させるためにとかあるんですけどもうおすすめですね、本当に。楽しそうで、すすね絶対楽しいですでそれを見て、なんで離島の大会にはあんなってフあいパーティーがあってみんなが楽しそうなのに一番沖縄で大きい那覇マラソンでやらないんだろうと思って、うん、もう県外の人いっぱい来るじゃないですか。そうで,すよ、ねであの、昔、ミクシーって、はい、今もありますけど。<laughs> あれで見てると、個人個人で参加しに来た県外の人も含めなんかじゃあ、このミキシーのグループの中でもしよかったら飲みませんかみたいなのを見てあやっぱそういう風にしている県外の人いっぱいいるんだと思って僕、那覇マラソンの時にアフターパーティーっていうのを今企画しててもうこれで5年目、6年目ぐらいなんですけど最初、もうそれこそ声かけた友達しか来なくて二十何名だったんですけど。 今も100名近く、去年80でその前が100名ぐらいだったんですけど同じ場所で,で、まあ、スポンサーしていただいてナハミートさんに知り合いの方がいてでもすっごい大盤振る舞いでアグーをです、ね、あのハムとかベーコンとか出していただいて<ー>でそれをまた出すもんだから。 県外の人からするとこんなな贅沢なやつをでも、沖縄って結構安いじゃないですかでしかも僕、このスポンサーでやっていただいてる方が本当に大盤振る舞いで出していただくんでこんな金額で、まあ、沖縄でもないと思うんですけどこんな金額でこんな内容豊富なものを食べ飲みできるのっていうようなのがあるんでめっちゃ皆さんに喜んでいただいてるんですよ。えー ぜひ、那覇マラソン出なくてもあの参加可能な海外の方も海外の方はさすがにまだその告知としてやっぱ行き届かない僕、中国に留学してたんですけどさすがにじゃあ本当に来られたときに僕が対応しなきゃいけなくもなるのも考えたらちょっとハードル高いなってなってまだやれてないんですけどゆくゆく、多分今やってる那覇マラソンの打ち上げでは。 1、2を争うレベルでの,このプライベートというか個人での,あのパーティーだと思うんですけどゆくゆくこれがオフィシャルにまでなれたらいいなと思っててだから料金は変わらず内容も変わらない状態をうまく作れてスポンサーさんとかにご協力いただいてで,すねでもう本当に500人とかそんなだったらなんか中にねあのサポーター的な感じで通訳できる方とかも。 いたら、まあ、そこで福地さんが対極拳されるかもしれないですし <laughs>、はいくそんな感じでちょっとっとやぱ走るだけじゃなくて走った後の楽しみもマラソンってやっぱあるのかなみんな大体お酒を楽しみにね走られると思うんで <laughs> ぜひ皆さんも走るってきついって多分思われてると思うんですけどその後に何かしらの楽しみを持っていただいて。 達成感が変わります、ね、違いますすねね違いますよ、ね、もう終わった後に今日ビール飲めるんだと思ったら、うん、あのちょっと頑張ろうかなって、うん、例えばダイエットのために走るとかでもプラマイ,マイナスにしとかないとダイエットにならないじゃないですか、うん、でもじゃあ悪いなと思ってここでやめるって決めた人うもう,もう,もうや,やめるって言ったらもしかしたらカロリー的にはプラスになっちゃうかもしれないって考えたらもうちょっと頑張れるとかなるかもしれないので。うん ぜひ皆さん、目標を持ってですねぜひマラソンも楽しんでいただけたらなと思いますので最後あっちゃこっちゃ行きましたけどちょっとそろそろ時間なので今日はお三方、福知さん、松村さん、山口さん、わざわざ遠い那覇までありがとうございました、じゃあもうたくさんの方がですねご参加していただくことを期待しております、はい、お待ちしておりますまた来週です。 それではさようなら